貼り付けた。穴開けた。ズレ取った。さてこのズレをどうしましょうか。斜めの線があるのなら、もっと太い線で隠しちゃえばいいんじゃね？というわけで材料を切り出して固定。一気に掘ろうとして煙が出てしまいました。テンプレの板の上にさらに板を重ねて貼り付けて、数ミリずつ削り落とせるようにしました。こんな感じで斜めになった部分を隠すように埋めていきます。若干の隙間はあるもののちゃんと埋まりました。うまくくっつくことを願って接着。さていよいよこのうんこネックに挑みます。このために新兵器を導入しました。グラインダーに装着するベルトサンダーです。その威力をご覧ください。どうですか？今までの苦労は何だったのかと思うくらいサクサク落とせます。しかし強力すぎるがゆえ、油断するとすぐに削りすぎてしまうもろ刃の剣でもあります。この時点で結構デコボコになってしまったので、結局手作業で仕上げることにしました。ひたすらヤスリがけした結果このくらいまで持ってこれました。試しにオイルを塗ってみたら、何これ素敵やん。ヘッドの方も塗装をしっかり落としてオイル塗り、接ぎ木部分が目立ちますがそれはそれでよし。指板の方に行ってみましょう。接着剤で貼り付けただけの針金なので難なく外せます。真鍮ブラシでボンドを飛ばせやしないかとやってみましたが、うまくいきませんでした。やはりここでも地道に手作業でいくしかないようです。We'll be right back.
なんとかボンドを除去できました。しかしフレットの溝が完全に埋まってしまっています。せめて12フレットだけでも打たないとサドル位置が出せません。埋まってしまった溝跡に沿って慎重に切っていきます。4倍速でもこのスピードですから、どのくらい緊張感を持って切っているか察していただきたい。何が辛いって老眼が進んできたせいでよく見えないんですよね。途中で疲れたので12フレットだけ打ってサドル位置を出します。心配されたザグリ穴の位置がずれてはみ出すこともないようです。タコ糸を使って弦落ちしないかも確認。問題ないようなのでピックアップ用のザグリを掘りましょう。ビシッと収まってくれました。コントロールキャビティ用の穴を開けていきます。この時何を思ったか適当にドリルを入れてしまいました。まあ蓋で隠せばいいやと少し大きめに裏蓋の落とし込みを掘っていきます。ちょっと失敗。なんとか隙間を埋めてごまかすことにしましょう。そんなこんなでようやくここまでたどり着きました。ボディの方は塗装を残すのみとなりました。果たしてうまくいってくれるのか、誰よりも私が不安で仕方ありません。とりあえず今回はここまで。次回をお楽しみに。